どうも赤虫赤出しせよ赤虫を出してみーさあご覧ください、はい、ラーメン二郎小岩店ですよ。お3ヶ月ぶりの二郎を食べちゃっております。本家の本家二郎ということで小岩家のとこ3分なんですが、まずは小岩情報としてね、池袋や神保町で修行されたという店員さんが開いたお店ですね。はいはいはい、15周年です。今年でもう義務教育終えて終えてます、ね、人間だったら、そうなんです。でですね、今回はなんとテイクアウトセットということでお店じゃないんですけども、うん、予約してですね買ってるんですね。予約制なんですね。予約制なんです。小岩店ツイッターから、販売ページアクセスしてみてください。準備をしないと、準備をしていきます。使うものがですね、まあこういった麺煮玉とスープと豚が入ってるんですね、持ち帰りのものには。はい、はいはい、でこちらがそのお豚様、うん、カットしていきますが、今回は5枚使いますね。5枚使って残りは置いておく。これ後ほど私がかじることになりますけども、はい、いやびっくりしましたよ、かじってたから夜中背を見かけたんだよね、それはね。パン食ってると思われましたね。はい、だったら豚だったという、というわけでね、2人前なんだけども、うん、まあそんな2人で食べるとかじゃなくて呼んでくれよ知らなかったもんちょっとソーシャルディスタンスがインスタで知ったもん。あ、そうですか2時なんでこれ食べてるのね。あ、そうだった。はい、なかなか皆様がいらっしゃらない時間帯だったんで。いや、溢れてるでしょちょっとすごい量でしたね。やっぱ湯で戻すとこんなに大きくなるんですね。すっげえな。はい、お野菜についてはね、また2分で、茹でておりまして、贅沢にキャベツを多めにして、ちょっとこの時点で気づいた人もいると思います。スープをなんと上からかけていきます。これにはちょっと理由があるんですね。後ほどなぜこんなことをしたかは発表してまいります。あ、溢れちゃった。ちょっと溢れてるそしてニンニクは千葉県産を使っております。というわけで、チャケ丼、ラーメンセットは2人前、野菜、ニンニク、油ですね。辛めと言ってもいいかもしれないですけども、うん、小岩はですね、マシやマシマシ対応してないんで、お家でも、まあ、マシ、普通のコールということで表現しておりますね、うん、はい。で、豚はハーフ豚というのがあの1本の形だったんで、そのさらに半分がちょうど5枚ということですね、で、3年前、まあ2年半前ですけども、これちょっとスライスしてあった豚今出てきましたが、もともとはこう結構ゴリゴリのブロック豚が入っちゃってるんですね、これは。なるほど。はい、そんな豚トップランカーゲチ豚ということでね、非常にベル高いゲチでございましたよね、これね。返しの風味は控えめ、豚そのものうまみは口に広がりますということなんですが、ここからちょっとよく見てくださいね。はい、あ、ちょっと席を立って、うんうん、喉が渇いたんでしょうかコップを出しておりますが、うん、ここに、あ、え、あ、え、これまさかやるのか、マジで、ここについていきます。コップで、コップについていきますね。これをですね、やったな、嘘でしょこれがなんとですね、やっぱうまいんです。これはね、うまいんだろうけど、うまいんすよ。これコカコカなんですよ。これどういうことなの。あのね、いやいや、もう目的、まあ、ぶっちゃけ言うと溢れちゃうんで、どんぶりから、うん、でもスープは飲みたいということでですね、このつんざくようなスープを、うん、ちょびっといつも飲んでるコップでしょ。あ、いつも、はい、まあまあまあ十分に洗っておりますけども、ちょっとアルミ製なんでクソ熱いですこれ、ね、そうだなめちゃくちゃ熱いスープということでございましたが、美味しいですよ。で、お野菜、先ほど上からスープをかけたことによってですね、こう野菜全体を辛めにして食べることができるというのをやりたかったんですね。あ、はいはいはい、で油がコーティングされてこってりシャキ野菜というのもこれで楽しめるんですね。なので上からかけるのはかなりおすすめでした今回は。はい、やってみてくださいということです。さあ、そしてお待ちかねの麺、うん、先ほどの協力開始絡まってですね、わしわしつんざき麺、おー出ました、わしわしつんざき麺ね。いや、ちょっとごめんなさい、初耳の言葉だったんで、あんま反応ができなかった。戸惑っちゃうんですね。そうですね、最近てんてんてんというあの表示を結構多めにしておりますけども、私どんどんアップデートされてるから、なんか単語がわかんない、なんて言ってあげればいいのかわからない。もう思いついたの自由に言っていいんですよ。 ないのよ思いついた言葉が。ないんですか、うん、そんなこと言ってる間に。そうなんだ、うん、っていう麺をね、ちょっと取り分けておりますね、奥にね、少しね、はいはい、で下からこう麺を引き出して、美味しさを堪能していきますね。やっぱり結構大
かったです。いや、そうだよね。呼んでくれりゃいいんだよ。時間。2人前だって言ってんの。先ほどのコップスープ、上からかけてるね。ちょっとこう、あえ麺みたいになってて、この時点では結構美味しかったですよ、それでも。はい。でですね、ちょっと味変じゃないですけども、やっぱ黒胡椒をね、かけていきますが、お湯はですね、黒も白もどっちもあるんですね。あ、そうなんですね。詰め替えタイプとしては。まあ、ちょっと白がなかったんで今回は小岩黒、うん、アレンジしておりますが、さあここで用意しておいた、また戻すんだ、戻して一回あえてラストスパートですが、ちょっとね苦しいです。そうだよね、結構苦しいですね。深夜2時だしな。はい、ちなみにねこれは2時ですけども、食べるのに1時間ぐらい実はかかっております。あ、そう、あ、そうなんだ。ゆっくり食べてます。ただ歌舞伎だったらまあ普通に空いてるしね、僕は別に常識かなと思ってますけども、この時間に来るの時間としてもありえる時間で、も自分で苦しいって言ってんでしょ。そうだ、ね、自分で選んでそうしてるから、ね、まあ、うん、二玉ここまで驚異的でした。小岩次郎さん、ごちそうさまでございます。感触、ね、燃料は2人前で表しておりますので96、2人前だから、はい、まあいいね、ただ個人的にはニンニクレベル80なんで平均すると85、遺産のやつ、はい、それでございますね。ということでね、小岩次郎さん、僕はこれ2回目なんですよ、まだ。はいはい。次郎のもう2周目に入ってるんですよね。僕はもう1回制覇して。前転から。そうそうそう、前転前半の2周目なんですけど、まあ小岩はいけるっていうことなんですけども、今のところ事務所的に東京でロックダウンされてるんで、食べに行くのが。都内で。そうそうそう。ちょっと2周目、例えば新潟や北海道は行けないようなことになってますけども、まずは都内をしらみつぶしに。はい。あと、もう1個いいですか。はい。魔のキャップ、あ、いつも被ってるね。そうそう、3個前の動画でも触れられて、それ変えるんですかって言われたんですよ、うん、はい、そしたらちょうどいいタイミングですね、うん、ショコタン、うん、中川翔子さんの、まあ、YouTube チャンネルあるんですけども、はい、そこに江頭さんとコラボしてですね、はい、ショコタンのお店に買いに行くっていうのをやってたんですね。あ、見ました見ました、はい、エガちゃんもショコタンも帽子被ってたんで、つまり僕はショコタンの帽子を実はずっと被ってたんですね。ここでようやく言えたというの、待ってたんです。初めてよ。初めてではございません。結構言ってた気もするよ。初めてではないんですけども、ずーっと質問が来るんで。あ、だから勝手にしょこたんの帽子をマシマシだって言い張ってかぶってたわけですよね。そういうことです。勝手に、はい、マシマシのまである、我が物顔で、だからマミタスのまです、うん、はい、はいはいはい、ということだけ言っておこうかなと思って、はい、めちゃめちゃ隠すわけでもないから余計謎なんだよ。なんだろうなみたいなね、ということでね、よかったらエガチャンネル、ショコダのチャンネル、そして私、全部登録してください。まあ、向こう2つは大丈夫よ。大丈夫ですよ、まあ、宣伝しなくても。一番雑魚なんで僕の中でちょっとお願いします。本当に、ごちそうさまです。